愛知県道14号岐阜稲沢線と建設中の一宮稲沢北インターチェンジの料金書1月、一宮稲沢北インターチェンジは愛知県一宮市にある東海北陸自動車道のインターチェンジである。一宮ジャンクションから東海北陸自動車道の本線を南側へ延伸させ、センターランプ方式で愛知県道14号岐阜稲沢線に接続する。 総事業費は約80億円。愛知県では初めての地域活性化インターチェンジとして建設された。東 IC に名神高速道路方面へのランプウェイは設置されない。名神高速道路一のみやインターチェンジ一のみやジャンクションや周辺道路の渋滞緩和も狙いに設置された。東海北陸自動車道の東 IC から美濃関ジャンクションまでの区間では、 利用距離あたりの高速料金が大都市近郊区間の料金水準である。名神高速道路とは接続しない。地域活性化インターチェンジとして2009年6月30日に施行命令が出た。名鉄微細線の高架化事業も同時並行で進められている。当初の予定では2011年度から着工し、2013年度末の 供用開始を目指していたが、後に2017年度に延期された。しかし、工事が遅れているため供用開始時期が再度延期され、2021年3月28日に供用開始された。建設中の箇所は、西尾アリインターチェンジであったが、2020年8月5日に、正式名称が、一宮稲沢北インターチェンジと発表された。名称の理由は、 所在地は、市の宮市であり、また、稲沢市との市境より北へ、約 2.2km の位置に設置されるため、稲沢に、北を加えることによって、IC の位置がよりわかりやすくするため、インターチェンジ番号は、1となり、市の宮西インターチェンジは、1から1に変更される。愛知県の市の宮稲沢北 IC、三月十八日開通検主体で、建設。 日本経済新聞。https.www. 日経 .com アーティクル。ヤズコフド 053U30V00C21A200 万。2021年3月28日。閲覧。東海北陸自動車道一宮稲沢北。IC 地図と整備効果。中日本高速道路。2020年8月5日閲覧。中崎博史。 東海北陸道の新 IC 名称は、一宮稲沢北に。中日新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www.chunichi.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ1 0 1 2 3 9 2 0 2年3月28日閲覧。料金の額及びその徴収期間。1高速自動車国道中央自動車道。 藤吉田戦闘に関する事業変更について、中日本高速道路、P3、2021年7月25日閲覧。高速自動車国道へのインターチェンジの追加設置に、ついて東海北陸道西尾用あり IC、11年度着工へ、マイナス立て通り新聞社 AB、E41 東海北陸道一宮稲沢。 北インターチェンジが2021年3月28日15時に開通します。愛知県中日本高速道路株式会社。2021年2月5日閲覧。ABCE41 東海北陸道西尾わり IC の名称が一宮稲沢北インターチェンジに決定しました。中日本高速道路。2020年8月5日閲覧。 ありがとうございます。